今日も暑かったですね。今日は久しぶりに昼間に外に出たんですけど、まあ夏はこんなに暑いのだなと私は思いましたね。暑すぎてさやかちゃんびっくりです。ちゅんちゅんさんめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。さやかちゃんもびっくりの暑さでした。こんばんは。まあでも今日はそんな日が出てなかったから結構過ごしやすかったかなと、比較的ね、比較的過ごしやすかったかなと思いますけれど、いかがでしょうか。こんばんは。600日おめでとう、再びありがとう、ありがとうございます。いやー、さやかちゃんはね、舞台の稽古が近づいてきて、いやもう戦々恐々という言葉が合ってるのかわからないけど、もう本当にやばい、不安でいっぱい、夜も寝つきが悪くなるぐらい不安でいっぱいでございます。チュンチュンさん、くす玉ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっと覚えていかなきゃいけないことがたくさんありすぎて全然覚えられない全然覚えられない。ここでダンスが苦手なのがあだとなるとはといった感じです。あ、また虫が来た。クソ、逃がした、また逃がしたぜ。こんばんは。こんばんは。まだ捕まえられてないの、虫。ずっと戦ってんだけど。ずっと戦ってんだけどね。全然捕まえられないんだよね。こんばんは。はあ。え、なんかさ、台本は全然さ、別に稽古中に覚えられるけどさ、歌とダンス、まあ歌もさ別にすぐ覚えられるけどさ、ダンスがやばい。ダンスがマジで、あー、ダンス苦手だったわと思って何が当たり前のことって感じだけど、あー、私ダンス苦手だったわと思って絶望してる。そういえば私ダンス苦手だったと思って、最近ごまかせてたけどダンス苦手なのがすごい響いてますね。ちんちんさん、くまちゃんありがとうございます。まあもちろんミュージカルなんでダンスも歌もありますからね、芝居だけじゃなくて。芝居はもはやさ、今自分で一人でどうにかなるもんじゃないじゃん。セリフを覚えるぐらいしかやることないけど、ダンスは本当に自分で覚えるのが難しい。そうなんです。うん、これは分からん。こんばんは。これ何、これわからん。こ
こんばんは。なんさん600日タワーありがとうございます。イエーイ。タワーっていうかスタンドフラワーみたいなやつ。なんさんありがとう。600、しけんさんこんばんは。こんばんは。600でございます。嬉しい。600日タワー今日しかね投げてもらえないからね、いっぱい目に焼き付けておこう。マジで人生で一度見れるか見れないか、見れる、一度見れるって感じだよね。600日タワー増えちゃうもんね今後のタワーは。で楽譜をさ冊子に自分でしたんだけど、マスキングテープの柄可愛くない？よいしょ。このマスキングテープとこのマスキングテープを使いました。一枚一枚貼り付けて本みたいにしました、楽譜を。でもこのマスキングテープの方がお気に入り。ピンクで可愛い。こんばんは。ああ頑張らなくちゃ。今日もお風呂でたくさん練習しよう。 iPad を持ち込んで。でお風呂上がったら汗をかかない程度に、まあ絶対かくけどダンスの練習をしよう絶対汗かくけどね、しゃあなし。お風呂早く入っとかないと夜入れないからね。こんばんは。水没気をつけて。いやそれはジップロックに入れるからその生身で持ってったら普通に絶対に壊れるよ、湿気で。当たり前でしょうそれは。こんばんは。はあ、あくびが出ちゃった。明日はそうエイトの日特別配信がねあるんですよ。だからさ明日は生練習できなそう。どうしよう。急に決まったからさ、それは計算に入れてなかったと思って。でもリンリンの絵かわいい。おしゃれ祭りすごいな。なんでこんなデザインセンスが身につくんだろう。天才すぎて全然意味わかんない。なんすごっりんちゃんすごツイートしておきます。こんばんは。何すんのか全然知らないけどね。こんばんは。
こんばんは。何するんだろうね。全然まだ多分決まってないと思う。そう、おしゃれ祭りじわじわ来るよね。もはやさえはもう慣れちゃったから何とも思わないけど、最初した時に代理ちゃんが、そう、おしゃれ祭りって名前がちょっとダサいって言ってるのにすごい笑っちゃった。確かに確かにと思って。こんばんは。こんばんは。ちょっと計画を立てて、ダンスと歌と全部覚えなくちゃ。あー、覚えられるかな、行くまでに。パッキングもしなきゃいけないし、ちょっとキャパオーバー。全然多分 YouTube できない。やってる場合じゃない。やってる場合じゃないよ。そう、 YouTube なんて今やってる場合じゃないです、非常に。こんばんは。パッキングはね、慣れたもんなのでね、多分すぐ終わる。1時間もかかんないんですよ。そう、はあ。今日中にできるだけやっとかなくちゃね。家だとさ、まあさすがにアパートだからさ、ドタドタできんやん。隣近所に音が響いちゃうから。しけんさん、こんばんは。だからさ、そのダンスが何まともに動けないからさ、全然体に入ってかないんだよね。そう、困っちゃった。実家だったらね、どんなにドタドタしてもさ、一軒家だったからよかったけど。ピエン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 、え、そう、苦情来ちゃうと思う。でも昨日めっちゃ昼間すっごいずっとドン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 って、なんか壁叩く音めっちゃ聞こえて、うるさーと思った。昼間ほんと3時間ぐらいずっと壁叩く音みたいなやつがどっかから聞こえてきて、うるさー、なんか検査してんのかな、うるさーってずっと思ってた。こんばんは。頑張ってください。ありがとう。チャリンテレビ更新してないです。かわいい、ありがとう。今日ほぼメイクしてないけどね。いや、多分昨日多分どっかの部屋検査してたんだと思う。ずっとずっと壁叩く音聞こえた。まあ、昼間だったから、まあ、昼間さ、めっちゃお昼寝してる時だったからさ、個人的に気になったけど、まあ昼間だったら、平日の昼間なんて家にいる人の方が少ないし、まああれかって思ってた。明日は相手配信、そうです。ツイッター見てください。でも本当にダンスが
しにくい。なんかさ、普段のダンスだったら多分いいんだけど、普段やらないダンス、それはやらない系のダンスだから、どう頑張ってもドタドタ言うんだよね普段のね AKB のダンスだったらちょっとジャンプをしないでこう上下運動だけするとか抑えられるんだけど、絶対に音鳴っちゃうんだよなっていう問題ね。ダンス覚えなきゃ。なんか本当に、なんかさ、みんなダンスできるからさ、ハマちゃんもヨコちゃんもさダンス上手だからさ、私がどんだけできないかがめちゃ浮き彫りになるんですけど恥ずかしい。あ、この子はダンス苦手なんだなって一瞬でバレる気がする。キャストの皆さんみんなダンスも歌も上手な方だから、あ、この子はダンスが苦手なんだってすぐわかる受ける。でもね、1ヶ月とかで上達するもんじゃないからさ、ダンスって何年もかけて、ヨコちゃんもハマちゃんも上手になったけど1ヶ月でねその差は埋められないから、もうなんかしょうがないんだけどしょうがないんだけどね、自分の最適解を見つけてやるしかないんだけどね。ああ、で絶対終わられないんだけどダンス、どうしよう。終わった。やだーやだなーやだなー。あーあああああ。ピエンピエン、なんか今もう絶賛ダンスと歌稽古ずっとしてるんだけど、あっちで愛媛では進んでるんだけど、毎日毎日送られてくるのね、今日はこの振り入れしましたみたいな。で振り起こしがさすげえ苦手だからさ、この今のレッスンに参加できてないのさめっちゃやばい。全然自分で覚えられないから多分相当やばい。福山さん風鈴10個ありがとうございます。おもちゃ推しの友達に欲しいもんとりあえず聞いて、お最高天才こんばんは、こんばんは。やばいな、でもやばいな、マジで覚えられん。ダンスってどうやって覚えるんだろう。皆さんこんばんは、こんばんは。まずやる気を出すところからなんだよな。今日なんかそう暑くってね、昼間やる気今日も出なかったんだよな。買い物から帰ってきたらそのまま死んでた。ああ体力尽きたわと思って。かわいい、ありがとう、こんばんは。キッチン用品とか食器とかが好き。ああ言ってたわ、なんか食器、食器いいですね。食器にしよう、ももちゃんが好きそうな食器買おう。分からんけどどういうのが好きか。
きそうなやつを探してこよう。こんばんは。いや、夏バテとかじゃないですね。別に冬でもあるんで。やる気出ないや。最近やる気出ないんだけど、どうしよう。なんかもう自分のポンコツさ加減に、なんかマジでめっちゃ自分のこと嫌いになりそう。マジ終わってんなって思う。さあ終わってんなって。でも怒られたくないから やんないと。いやー、フリーで参加したかったな。5月病の延長みたいなの。あ、そう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 。やだな、やだな。代わりに僕が好きになります。ありがとうございます。私が自分のこと嫌いになった分、みんながさえのこと好きでいてください。そしたら好きの総量変わんないんで。ウケる。でも代わりにって誤字ってのさ、読めたのすごくない？めっちゃ今読み取ったわ。さりは YDK。 でもそのやればできるかもしれないけど、そのやることがまず今できてないから、できない子です。今言えないことで落ち込むこと多い。そうですね、メンタル弱いんで。メンタル弱いんで、なんでもないとこで落ち込みます。すいません。こんばんは。でもやらないといけない。そうだから、やらないといけないのにできないから、自分のことが今嫌いなわけよ。伝わるかしら。こんばんは。無理すぎる。でも大丈夫、今日夜いっぱいやります。昼間できない分夜やるんで大丈夫。やります。YouTuber 当分お休みだ。無理、さやのキャパシティでは無理。いいもん、叩かれても。こいつやる気なくしたなって思われてもいいもん。みんなはミュージカルの大変さを何も知らないんだ。そうやって言う人のことは、あ、ファンの、今見てくださってるファンの方じゃないよ。今言ったのは。今のみんなは、今見てくれてるみんなのことではない。そう、ひろゆきさんだって、私のことをやる気ないって言う人だって、ミュージカル出たことないくせにって全部思うもんね。メンタル急に強くなる人、強気な人。ミュージカル出たこともないのにね、人のこと言えないですよね。ミュージカルに出たことの、ミュージカルに出ながらヒカキンさんの動画を次の日に真似してあげることをしたことがある人だけが私に石を投げなさいって感じです。誰の言葉だっけなこれ。なんかあれだね、昔の言葉だよね。したこ、なんとかしたことある人だけが石を投げなさいみたいな。インスタグラムアカウントありますよ。あります。キリストか、イエスキリストか。
そうだ、そんな人存在しないから、さやのことを叩ける人この世にいないからいないからね。そうそうそう、っていう強い気持ちがあるから。こんばんは。みんなさやを叩きたかったらミュージカルに出ながらヒカキンさんの動画を真似してほしい。そしたらその批判はしっかり受け止めるわ。ケロンさん600日タワーありがとうございます。600日フスタフラ600、ケロンさんありがとうございます。サイリン県に行きました。いいな、長野いいっすね。何しに来たんですかっていうのはなんか言葉が強すぎる。なんて言ったらいいな、どんな目的で長野にいらっしゃったのでしょうか。非常に気になります。差し支えなければ教えてください。素敵ね、素敵素敵。今週末行く。いいな、いいな、いいっすね。あ、そうだ、ちょっとさ、そう今日お昼配信で紹介しようと思ってめっちゃ忘れてて、夜配信でもこのまますっかり忘れるところだった。危なかった。よいしょ。そう、お父さんから荷物が届いたんですよ。なんか愛媛に行く前に多分送ってくれたんだけど、たまたま600日にかぶったので、まあ、きっとお祝いも兼ねたっていうことに勝手に受け取るんですけど、なんか段ボールが届いて、ファンタの箱でなんか長野行く人めっちゃ多くない？最高。やちさん風鈴10個ありがとうございます。まずポテトチップス、長野の味、野沢菜漬け味ですね。最高です。ポテチとかマジで高いカロリーも高いしお金もかかるから買わなかったけど、長野の味はちょっといいですね。これが2つ、これが2つね。とごはん B のですね。なんかうちのお母さんが B の好きだった気がする。 B の枝豆の味する、ちょっとあの歯にくっつく美味しいお菓子ですね。あとは、あ、みんな大好き、長野県民みんな大好き、鶴屋っていう長野のチェーンのスーパーのそば茶。そば茶、そう、割と好きです。そば茶、そば茶美味しいんでね、長野県に行った際にはぜひ買って帰ってください。安いです。あとね、糖質オフのフルグラ、これは愛媛に持ってこうかな。なんか小腹が空いた時にこれ食べようかなっていう感じ。ちゃんとこう糖質オフを選んでくれるところがやるーって感じですね。次、安曇の本わさび味、すごい長野県の、長野県限定の味いっぱい送ってくれた。こっちで買えないからね。チップスターの本わさび味でもさ、知ってる？チップスターの本わさび味って結構さ、スーンってするんだよね。プチもそうなんだけど、わさび味さ、なんかめっちゃ本気でわさびにしてくるからさ、すげえツーンってするので、いっぱい食べるとツーンってします。あとはわかめスープ、ネギ塩スープ、すごい全部スープ系はカロリー低いやつだ。焙煎ごまスープ、牛だし白湯スープ、美味しそう。牛だし白湯絶対うまいじゃんね。あとなぜかふりかけ、
のりたまとたらこじゃん。丸宮ののりたまとたらこ大好き。玄米が進みそうです。それがいっぱいになってきた。あとお茶、お茶はなんで入ってたかよくわかんないけど、なんかあ、チップスターもう一個入ってた。あ、お茶はなんか2本入ってます。ほうじ茶、ほうじ茶と多いお茶の新茶。まあさやの、さやがねお茶を作り忘れた時とかにこういうの重宝するんで。そうそうそう、はい、実家からの贈り物でした。なんかね書類を送ってもらわなきゃいけなくて、なんか欲しいものあるって言われたから、なんか別に特にいつも欲しいものはないんですよ。だから特にないよって言ったら、パパセレクトでなんか良さそうなものたくさん送ってくれました。イエーイ。まあ、さやがあまりにもお菓子を、まあ、お菓子買わないのさ、ダイエットのためっていうか、まあ、金がないからなんだけど。基本的にあれ、フルグラが入んなくなっちゃった。お父さん入れ方うま。ちょっと待って、パズルができない。そう、まあお金がないからなんだけど、それを見越してストレス食べるぐらいならちょっとぐらい食べてもいいんだよっていうのを多分送ってくれたんだと思う。よいしょ、よいしょ。はあ、ちょっとずつ食べたいと思います。スープ系はね、愛媛に持っていこうかなと思って。夜ご飯とかにやっぱスープ飲むとお腹たまるしね。いいっすね。チップスターの野沢、違う、ポテトチップスの野沢菜漬けは結構楽しみ。食べたことない。チップスターのわさびとかは食べたことあるけど、ポテトチップスの野沢菜食べたことないから、ちょっと食べてみるの楽しみです。開けるとね食べちゃうと思うから、開けるときはちゃんと計画的にって感じですね。計画的に開けましょう。危ないので。ポテトチップスは開けちゃうと食べちゃう。でもこれね、内容量少ないんで全部食べちゃっても絶望することはない。あの家族で食べれるファミリーパックみたいなやつ、でっかいやんね。あれだと食べた時に絶望するけど、これはまだ取り戻せる。一袋300キロカロリーだから、これは一食抜けば取り戻せるからね。イエーイ。こんばんは。そう、お菓子のテトリスをしました、箱の中で。こんばんは。でもフルグラ結構嬉しいかも。フルグラ食べめっちゃ好きだから食べたいんだけど、高くていつも買わないから、送ってくれたの結構嬉しいかもしれん。ありがてえ。カップ麺は普段食べないんですね。年に食べて 2、3回ぐらい。でも本当に食べないかも。ここどれぐらい食べてないかな。全然食べないですね。フラグラも牛乳さえは入れないんですよね。え、フラグラ牛乳いらなくない？全然いらないんだけど。ガリガリのまんま食べてちょっと口の中怪我して痛いなが一番良くない？違うか。こんばんは。フルグラなんか牛乳に入れて食べたことあるけど、入れない方が美味しかった。普通にお菓子的な感じで食べた方が美味しかった。なんかあれ、シリアルとかも牛乳入れないで食べる方が好きです。こんばんは。
たら絶対そのまま食べる。愛媛行くの時でも食べ物あっちで買えばいいから多分そんな持ってかないけど、ウルグラだとスープだけ持ってこうかな。スープあれ全然かさばんなそうだったし、あとはちょっと待機、お留守番させておきたいと思います。全部賞味期限長いからね、お留守番させておきます。こんばんは。ただでさえキャリーに荷物いっぱいになっちゃうから、食べ物で圧迫したら持っていけなくなっちゃう。どんぐらい愛媛に滞在するのか分かんないから、なんか洗濯とかしなきゃいけないし大変かもしれん、もしかしたら準備。うわパッキングめんどくせえ。慣れてはいるけどさ、いつもうだうだやってたのがやっぱうだうだなっちゃうね。あさってやります。明日は8の日の配信ができたから明後日やろうかな。冷蔵庫がねやばいんだよね、なんか結構頑張って食べないと終わらなそう。あとまあね、お豆腐とかは一瞬で食べれるからよくて、やっぱ一日のカロリー制限してるとさ量食べれないからさ、鶏肉と豚肉が今300ずつぐらいいるんだけど、どうしわいったものかと思っている。そう、どうしようかな。こんばんは。今どれぐらい、1日1200に抑えたいんですけど今日は1400超えてました。食べ過ぎた。今日は食べ過ぎてしまいました。ちょっと食べたくて食べちゃった。ちょっと夜あのサーモン丼食べちゃって、しかも卵もつけちゃってサーモン丼にちょっとカロリー上げてしまった。ちょっと食べてしまいました。まあ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 、でも今日ね外いっぱい歩いてきて300キロカロリー消費してるんで、基礎代謝と合わせたら今日1500ぐらい燃やしてるはずなんですよカロリー。だからマイナスだとは思うんだけど、どうかなって感じ。アンディさん600日タワーありがとうございます。タワーが今出てこなかった。アンディさん600ありがとうございます。まあ、でも最近のやる気の出なさはご飯を食事制限してるからっていうのはワンチャンあるので、ちょっと一旦食べるフェーズに入ろうかなと思って。体重を減らすことも大事だけど、なんか愛媛行ったら勝手に痩せそうだし、毎日稽古してて。はーいって返事してくれてるアンディさん。ありがとうで言ったらはーいって、かわいい。だからちょっと明日明後日はまあでも変なもの食べてないからね、まあ、今日はちょっとねフルーツ大福食べたけど、なんかアイスとかお菓子とか食べてるわけじゃないから絶対体にいいと思うんだよね。今日ねちょっとねカフェオレをね1日2回飲んじゃったせいでねカロリーが上がっちゃったんですよ。牛乳のせいで、全てが牛乳のせい。でも牛乳は太んないらしいよ。トメさん600日タワーありがとうございます。すごいいっぱい今日いっぱいタワー立ってる、すごい。皆さんすいません、ありがとうございます。トメさん600日ありがとう。いっぱい目に焼き付けておきます。人生に一度しか見られないであろう600日タワーを、ありがとう。嬉しい、トメさんありがとう。こんばんは。今日の寝るまでの目標はお風呂で歌の歌詞を覚える、お風呂上がりにダンスを3曲ぐらいは覚える、台本もしっかり読む。今はもうすぐ8時になったら配信
8時、いやもうちょっとで終わるかもしれないけど、8時ぐらいに終わって8時からお風呂入るでしょ。でどうせ風呂で長湯して台本とか読むから9時半、10時、あ余裕ですね、12時に寝れるわさやが横になってダラダラしなければね、そうさやが横になってダラダラしなければ絶対に12時に寝れるので、大丈夫。今日昼間ダラダラしたおかげで夜頑張んなきゃいけないので頑張ります。でも昼間ね、そう楽譜を印刷しに行ってたんですよ、コンビニに。とかあとで愛媛に行くためのパッキングの道具買いに行ったりして、まあ、買い物とショールームした。昼間はショールームの後ご飯までは寝たマジで眠かったんだよね今日、本当に眠かった。最近なんか夜寝れなくて、なんか昼寝しないとね体力が持たないんですよ。夜の寝つきが非常に悪いです、非常に悪いです、よくないね。昼寝をしているから夜寝れないのか、夜寝れないから昼寝をしているのかよくわからないんですけど、多分どっちも作用してると思います。こんばんは。でも今日はフローリングの上じゃなくてちゃんとクッションを敷いて寝たので大丈夫何がって感じですけど大丈夫。でもなんかミュージカルのプレッシャーはやばい、めっちゃやばい。あ今日300キロカロリー消費したよ、目標達成だよって教えてもらった。やったすごい、喋りながら消費してるカロリーも読み取ってくれんだ、すげえすげえですね。今日51分もエクササイズしてんだけど頑張りすぎじゃね。こんばんは。ジム行ってきた、偉すぎる、マジでその偉いところ真似できるように頑張る。夕方の7午後通知まで自分も寝た、おはようございますおはようございます、こんばんは。まあそんな感じで今日は配信終わりにしようかな、早めに終わらせてお風呂に入ってっていう感じにしたいと思います。お風呂で昨日お風呂で死ぬほど汗かいた、あお風呂でカロリー消費少しでもしようしましょう。だから今日もいっぱい汗かきます。今日はね夜配信する、この後配信しなくていいからゆっくりお風呂入れるから時間に縛られずめちゃくちゃ汗をかきたいと思います。じゃあランキングを読みます。13位チャン将軍さんありがとうございます。12位オメラさんありがとうございます。11位立山元気さんありがとうございます。10位はさっぴさんありがとうございます。9位ともっちさんありがとうございます。8位国曜さんありがとうございます。7位やすさんありがとうございます。6位やっちさんありがとうございます。5位チュンチュンさんありがとうございます。4位ナンさんありがとうございます。3位キロンさんありがとうございます。2位アンディさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。イエーイ。ということで改めまして600日みんなたくさん配信を見てくれてありがとう。600日毎日やってたし、先月先々月とかは1日2回とか言ってたんで、多分みんなとんでもない回数ね多分見てくれてると思うんですけど、本当にいつも付き合ってくれてありがとうございます。また明日からも頑張りますので無理に聞いてください。そして
今日昼間も合わせてねタワーたくさん本当にありがとうございます。感謝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 です。感謝でございます。あのこの感謝をまた明日からもしっかり返せるように頑張ります。また見に来てください。ではバイバーイ。また明日。